キャスター角谷明子の角が立つほど伺います。さあ本日もよろしくお願いします。はい、お願いします。この番組は毎週土曜日の朝9時30分から10時30分に放送しています。 BS テレ東7チャンネル日経プラス10サタデーニュースの疑問の番組内でお伝えしきれなかったこと、お話伺いきれなかったことをお伝えしていこうというコンテンツです。ニュースの疑問の山川さん、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。早速ですが今回のお題を見ていきましょう。こちらです。バイデン政権は中国に甘いのか厳しいのかということで、25日に先ほど菅野使った戦略的忍耐という言葉が波紋を呼びましたよね。そうですね、あの言葉ちょっと北朝鮮オバマ政権時代ね、北朝鮮に使った言葉ですけども、結局北朝鮮がその間核とミサイルの開発を進める時間的猶予を与えてしまったということで、あんまり日本人にとっては聞きたくない表現ではあったんですけど、いい思い出があまりないですが、まあ真意はどういうところにあるのかというところも含めてより深くこの後お話を伺っていきます。では本日のゲストをご紹介いたします。今日お話を伺うのは日本経済新聞本社コメンテーターの秋田博之さんです。リモートでご出演いただきます。秋田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、秋田さんにじっくりお話を伺っていきます。本編よりもさらに詳しくお話ししたりなかったところをどんどんと伺っていけたらと思いますので、はい、お願いします。お願いします。このコーナーではですね、私が質問を、文字に絵にしてここに書いておりますので、では一つ目早速いきます。こちら、もう大テーマと同じ内容です。バイデン政権、中国に甘い厳しい、飴と鞭を書いてみましたが、甘いのか厳しいのかということでお話伺っていきますが、トランプ政権からバイデン政権に代わって対中姿勢がどうなっていくのかというところを注目を集めていますよね。もう最初にズバリ伺います。バイデン政権、中国に対する姿勢どうなっていくとご覧になっていますか？料理に例えますと、トランプ政権は、マスタードをたっぷりつけたバーベキュー、はい、非常に分かりやすい辛さだと思います、ね。はい、でこれに対してバイデン政権の、対中政策の辛さは、はい、辛さの度合いはひょっとするとトランプ政権よりももっと辛くなり、質が七味ですかね、七味とか、もしくはインド料理とかタイ料理、いろんな香辛剤を配合してマスタード単独ではなくていろんなスパイスを混ぜますよね、はい、そうするとより辛い感じの、しかもなんかじわっとくる、こういう辛さがバイデン政権の対中政策の厳しさでだと思います。はい、ですからマスタードと、まあそのなんですか、七味もしくはスパイスがいっぱい入ったエスニック料理、はい、どっちが辛いかというのは人によって違うかもしれませんが、私はバイデン政権の方が辛く厳しい印象を中国に与えるのではないかというふうに思います。なるほど。トランプ前政権とバイデン政権の違い、はい、外交に関してですが、違いというのを少しまとめてみました。こちらご覧ください。はい、それぞれの思考としましては、トランプ氏は、中国にとっては予測困難な動きに出ることが多かったですよね。それに対してバイデン氏は、比較的根回しをしたり話し合いをして進めていく方針が多いということで、中国にとっては予測しやすいタイプだということです。そして交渉手法としては、トランプ氏は世界に対しても、アメリカ単独で交渉をする、そしてバイデン氏は、同盟国と国際協調をしていくタイプということなんですよね。でこれが両者の違いなんですが、中国にとってはどうなのかというところも含めて、その中国がトランプ前政権時代に経済連携を世界で深めていったという背景もあります。こちら、世界に中国の経済連携が広がっていて、一帯一路、RCEP、こちら中南米含めて広がっていく中で、この確かにちょっと単独でやっちゃったから、はい、いろんな方々でトランプ政権の時は喧嘩してしまったんで、そうですね、中国から見たら隙を与えてしまったっていうかね、中国側が例えば中南米なんかと仲良くするとかっていう、そういう隙を与えてしまった面もあるということです。予測不可能でものすごくプレッシャーかかるんだけど、隙も多かったみたいな、そんな感じですかね。そういった中で、ではバイデン政権は国際協調をしていこうとしているわけですよね。どうなっていくとご覧になってますか？はい、もうちょっと分かりやすい言い方をすれば、はい、トランプ政権、トランプさんの対中外交はもうプロレス、しかもタッグマッチじゃなくて、自分で出ていく、
ところが、リングサイドに落っこった時にですね、耳元でささやいて、俺の製品をもっと買えば、殴る強さを少しは和らげてもいいぞと言ってみたりですね、そういうのがトランプ政権なので、まあ、予測不可能といっても意外と中国から見たら、あ、なるほど、あの直で話せばいろいろとディールできるのねっていうのがトランプさんの外交だったと思います。で、話をバイデンさんの協調外交というふうにしますと、その点はあのプロレスで言えばタッグマッチになっちゃったなと。バイデンさんはトランプさんほど予測不可能ではないし、体も大きくないし腕っぷしも強くないけれども、あ、なんか知らないけどタッグチームを組むねと。しかもそのタッグチームには結構大きな日本や、さらにはオーストラリア、そしてインド、さらにはあの遠くに離れてますけど、いろんなこのサイバーとか、経済ではいろいろと力を大きな力を持っている EU も巻き込むのねと、はい、いうことで、このタッグチームがうまくできると、中国から見ると、中国にはタッグチームの仲間いませんから、やはり厳しいんじゃないかなというふうに思います。はい、あのバイデン政権の対中スタンスとしましてはこのようにグラデーションになっているんですよね。はい、妥協、まあ、比較的できるもの、ここは妥協できないというものが人権から環境までグラデーションになっています。あのどこから取り組んでいくのか、どうやって取り組んでいくのかというところはどうですかね。あのまずまさにその図表は非常にうまくできた図表だと思うんですが、はい、譲れない度合いは一番高いのは価値と、まあ、人間で言えばですね、はい、人間関係に例えればやっぱり自分の考えや信念って絶対に譲れませんよね。いくらもらったからといって、いくら部屋の空気をきれいにしてくれたからといって自分の考えや信念を譲る人はいないと思いますので、はい、人権、そしてあと次に大事なのが安全保障、はい、これも自分の身の安全は誰でも大事ですから、いずれにしてもこの人権安全保障、はい、そして安全保障は今ハイテクの能力とほぼ、ぴったり重なり合うように影響してますから、この上から4つについてバイデン政権はまずはきちんと固めるというところから始めるというふうに思います。はい、山川さんいかがですか。ただあれですかね、あの秋田さんの話だとこのよく言われているのはこれ環境のところ相当今あの取り組みたいとバイデン政権考えているんで、こことトランプ政権下で関税かなり引き上げました。でここについては今のところあの下げるつもりはないと言ってますけど、このあたりのいろんなディールっていうのは起こりそうなんですか。そうすると、はい、まずですね、整理すると上から4つの、その表をもう一回ちょっと見せてもらっていいですか。はい、こちらですね。はいはい、この上、人権安全保障、知財ハイテク関税、はい、これは、幸いなことにと言っていいと思うんですけれども、トランプ政権が全部置き土産で、例えば香港ウイグルに関する弾圧に関する制裁、はい、安全保障ハイテクのいろんなさまざまな、対中国への規制、さらには関税も全部置き土産として残していってくれたので、はい、そういう意味ではこれプラスアルファで何かやるというよりはとりあえずそれをそのまま置き土産をそのまま利用すると、それ以上でも以下でもない、形で進めるということだと思うんですね。でただそれからどういうふうに進めるかは今度はあのシングルマッチではなくてタッグマッチというか、そういうあのプロレスみたいな、プロレスじゃないですね、今度は本当にあの真剣勝負の格闘技に近い感じになっていくと思うんですけれども、タッグチームプレーなので他のチームプレーヤーと相談して上から4項目をどういうふうに今後進めていくかはそれから考えるということだと思います。だからといって環境やコロナの対策は待ったなしですから、もちろんこっちはあの表面上見るとですね、表面だけ見るとこちらの環境コロナが先に動いているように見えるかもしれません。あの環境サミットを4月にやるとか、コロナ対策で協力しようとか WHO に戻るとか、表面だけの動きはそうなんですけれども、より重要で水面下でしっかりと固めていくのは上から4項目が先だと思います。ただその秋田さん、中国政府側の意図からすれば、はい、それにこう絡めてこの辺りのその知財だとかハイテクだとか、はい、今トランプ政権でこう攻められてきているもの、この辺までこう絡めて取引したいっていうふうな、こうそういう、こう交渉調整みたいなことをやろうとするんじゃないですか。
間違いなく中国は口で、いろんなことを言ってることをこう総合するとですね、米中が共通のグローバルな問題、まあ、コロナ対策とか環境で協力することによって、より世界を安定させると、安定させるということを言っておりますので、そういうアプローチで来ると思います、うん、そして番組でも言ったんですけれども、それは日本にとっても世界にとっても非常に良いことだと私は思うんですね。環境コロナで多分協力進むと思うんです、はい、だからといって中国の言うこの下の2個で協力するからその分上の4つプラス関税、はい、ここで手心を加えてほしいというこのアプローチがどこまで通用するかというところが多分今日のテーマだと思うんですが、私はあんまりというかほとんど特に上からの4項目は通用しないんではないか、アメリカは譲らないというふうに思います。ただ関税についてはトランプが上げた関税をバイデンさんは、非常にダメージというか英語で言うと何でしたっけ、壊滅的だみたいなことも言ってましたから、この関税は取り除いていく一つののりしろになる取引材料になると思います、うんうん、ちょっとそのケリーさんという方が ね、はい、気になるんで、はい、気候変動問題担当の、うん、確かにもうそれがアメリカの中でも心配されているんで、結局取引するんじゃないのと、この環境の問題とこの中国による知的財産権の侵害や南シナ海の軍事拠点化、このあたりは聞かれたんでケリーさんは会見で温暖化対策の協力とこうした問題を取引材料にはしないと言ってます、言ってるんだけれども、はい、結構日本政府の中ではこのケリー氏が特使になったことについてはちょっと心配する向きもあって、まあ、かなりやっぱ中国には近いんじゃないかという向きもあって、やっぱりこの辺がこう入ってきた取引にならないのという心配は残ってますよね、はい、そこはそうはしないということですか、秋田さん。私も、それは非常に、懸念の大きな材料だと思ったので、まあ、今のところなんですけれども取材をちょっとしてみたところ、はい、当初思ったよりも以上に当初思った以上にケリーさんはそのそういう懸念があることを強く意識していて、うん、それはやらないと、そういう取引はしないということを発信しなければいけないというふうに思っているという話を聞きました、うん、そうしたらその後にケリーさんがそういう記者会見をしたので、やはり本当にそう思ってるんだなというふうにまず思いましたので、はい、だからといってケリーさんがそういう取引に走らないという保証はありませんけれども、うん、意外と思った以上には慎重だなというのが1点です、うん、で2点目は中国もただで協力しない可能性がありますので、うん、気候変動で協力する代わりに何かやってくれというふうに言ってくるでしょうし、はい、まあ、それはやったらいいと思うんですよね、中国と、うん、ただその取引の材料は多分関税だと思うんですね、さっきの表をもう一回出していただくと、はい、この関税はそのバイデンさん自身もですね、これは経済にアメリカの経済にとっても良くないというふうに言ってますので、うん、これは環境協力の見返りに、スライス的にサラミスライス的に下げていく可能性はあると思います。ただ、うん、ハイテク安全保障、これ人権、これは、もうこれを譲ったら自分の家の中がこうの情報が取られ、さらには自分の価値が否定されてしまい、うん、南シナ海でもしも譲った場合にはその一生懸命こうタグマッチを組む相手である同盟国が、うん、ドン引きしてしまいますから、中国が仮に譲れと言ってもここはかなり譲れないんではないかというふうに私は思います、はい、そうですね、そういう意味で関税の、うん、関税がそういう意味では一つの取引材料の注目点だと思います、はい、より正確に言うとですね、番組でも言いましたが人間の行動は気力と体力両方によって決まると思うんですね、うん、それで気力、要するに中国に競争、中国と競争していくし中国と環境問題で取引はしないという気力、精神力というかやる気、これは充満していると、うん、で問題は体力で体力が息切れしてしまって環境で、何か中国にやってもらう代わりに、南シナ海などでもう強く言えなくなっちゃうねっていう体力が息切れしないかどうかという問題は、うん、要注意だというふうに思います、うんうん、ただその体力のなさをバイデン政権はトランプ政権と違ってですね、自分たちがいかに体力が足りないかを
中国が体力が大きいかは分かっているので、うん、同盟国を巻き込んでその体力を補うということをやってきますので、はい、そういう意味ではそこがうまくいけば、非常にこう安全保障をオバマ政権の2期目のように南シナ海に人工島を作らせてしまうほどまでの妥協ということはしないんではないかというのが私のちょっと、正確に言うとそういう趣旨です。うん、今譲れないという話にありました、うん、安全保障の分野ですよね、うん、まずは私の質問2つ目いきます、うん、こちら台湾は大丈夫というふうに書きましたけれども、うん、東アジアの安全保障に関してやはり台湾が一つ大きなポイントになってくると思います。台湾をめぐっての米中の動き確認しておきましょう。こちらですね、アメリカのまずバイデン大統領の就任式に台湾の中米代表が出席しました、うんうん、まあ、それを受けてなのか中国では23日から24日にかけて中国軍機が台湾の防空識別圏に侵入しました。でアメリカは台湾が十分な自衛能力を維持するよう支援と発言すると、うん、28日には台湾独立は戦争を意味すると、まあ、少し物騒な言葉も出てきています。まあ、今米中の間で何か有事が仮に起きるとしたら台湾じゃないかっていう、ね、はい、うん、話がよく出てますけど、そうですね、この台湾をめぐる動きはどうご覧になってますか。で台湾なんですが、はい、アメリカからどう映るかといえば、うん、もはや南シナ海を埋め立て島を作って香港を中国化して一帯一路でいろんなところに中国のインフラを作っていくというのはアメリカから見るとですね、もはやこれは単発の動きではなくてアメリカを相手に囲碁を指している、囲碁を指しているんだねと。で今はアメリカの陣地が非常に大きいインド太平洋ヨーロッパにどんどん碁の石を置いていってアメリカを包囲してアメリカを追い出すつもりなのねと、うん、いうふうに多分アメリカはスイッチが入ったんだと思うんですね。これを俗に言う覇権争いというふうに言うと思います、うん、そして台湾はその中でどういう位置を占めるかというと、ここを取られたら、まあ、5もしくはオセロで言えばですね、ここをひっくり青から赤にひっくり返されたらかなりの部分が青から赤になってしまう、まあ、オセロで言った方がいいかもしれませんが、まあ、ちょっとここに第一列島線の地図が出てるんですけども、はいはい、この第一列島線の中にアメリカを自由に接近させないようにしていくのが、はい、まあ、今中国 の海洋戦略 の、まあ、柱だと言われてますけども、はい、ここを5番の目に例えるとこう一つ一つ布石をこう打ってるわけですね今ね。そうですね、はい、そうもう確実に打っていると、しかもその中でですね、こう、まあ、字にすると全部同じ大きさになりますが、うん、尖閣はいやパラセル諸島南沙諸島は小さな島ですよね、うん、ところが台湾はもう大きな島でありさらに人が大勢住んでしかもコロナでも見れたように非常に民主主義的にうまく統治されているというふうにアメリカは思ってますので、ここがもしも取られて中国の軍事基地になるとですね、この第一列島線だけではなくてここからさらに、そこの地図には、ありませんけれども、その外側の第二列島線に中国は、船や、飛行機や戦闘機を展開しやすくなりますから、そのピンクのゾーンが、下手をするとハワイグアムの手前ぐらいまで広がりかねないというのが台湾だと思います、うんうん、そういった意味では仮にこれから軍事衝突が起きてしまうとすると、この台湾が一つ重要なポイントになってくるというわけですよね。で秋田さんが事前に、はい、お話ししてくださいましたこちら戦争の戦艦機のお話ですね、はい、こちらをどういうふうに見たらいいでしょうか。これは私が今年の正月1月3日付で記事を書いた時に作った表です、はい、でどういうことかというと、我々は、まあ、皆さんもそうですけれども、ずっと戦争がない時代、日本にとってですね、大きな戦争が、ない時代、いわば平和がもう当たり前のように70年間続いてきた時代を生きてきました、はい、ところが、ナポレオン戦争ぐらいまで遡りますと、大国同士が戦争する大戦争というのは結構頻繁に起きていて、そのいわゆる平和の時期、戦艦期っていうんでしょうか、戦争と戦争の間は70年なんてことはありえなかったんですね。本当にこの第一次世界大戦の第二次世界大戦は21年ですし、
普仏戦争と、まあ、プロシアとフランスが戦った、大きな戦争も45年、はいはい、ですね。そうすると、私は思うのはこの70年の、戦間期というのは近代史においては結構賞味期限といいますか、結構長く続いて長いよという意識を持たなきゃいけないんではないかというふうに思って当たり前だと思ってはいけないんではないかというふうに思います。そういう意味ではその米中がその衝突の一つになってしまうのかということで続いてこちらも見ておきましょう。築地ですの罠という、はい、こちらは秋田さんご解説お願いします。はい、まさにそこに書いてある通りで、それもう一回出してもらっていいですか。はいはい、そこに書いてある通りで、まさにあの築地術というのは、はい、ペロポロス戦争、ギリシャで起きた、アテネとスパルタという二大覇権国が、戦争になってしまったんですが、それを、その戦記を書いた、作家です築地術、はい、でその彼の、名前になぞらえて築地術の罠という、言葉が安全保障の用語として生まれました。はい、これは有名な言葉です。どういうことかというと新興国と既存の覇権国家の間では、はい、やがて摩擦が深刻化して、戦争が不可避になってしまう、はい、要するに必ず戦争になる不可避というとちょっと強い気もしますが、戦争が起きる可能性は極めて強まっていってしまうというそういう話です。でアメリカの、ハーバード大学のグレアム・アリソン教授、私も何回かインタビューしたことはあるんですけれども、まあ、彼はそういう安全保障の専門家ですから、過去の築地術の罠に相当する、過去に覇権国と新興国が、同時に存在するケース存在したケースを調べ上げ、そのうちどのぐらいが築地術の罠の通りに、戦争になっているかというのを分析して調べ上げたんですね。でそういうところから分析すると今の米中はやはり戦争の可能性が強まっていくということを本として出版して、非常に話題になったという人です。まあ、まさにその新興国家というのが中国に今回当たるわけですよね。はい、それで一方で先ほど秋田さんがおっしゃっているように戦間期という意味で見てもかなり異例なぐらい今、まあ、平和な状況が 長く続いているという、はい、まあ、そういういろんな蓋然性考えると何が起きてもおかしくないというそういうことですね。はい、その上で私それを結構取材してみたんですね。歴史家に特にあの戦争の歴史に詳しい主には日本の学者の方に取材をしたんですが、一つ、グレアム・アリソンさんの、指摘には大きな、欠陥があるという見方があります。それは何かというと、過去の戦間期短かった戦間期の時代と今の70年に大きな違いが一つあって、それは世界を何回も破壊してしまうほどの核兵器が存在しているということです。あの戦後1945年までは核兵器はなかったんですが、今は核兵器が存在してますから大国間はもう戦争できないと。したがってこの戦間期は非常に恐怖ではあるんですけれども核の脅威によって守られて、まあ、続いていて、それは簡単には崩れないという指摘もあります。はい、ただまあそこは私はちょっと、まあ米ソも、ひょっとしたちょっとした誤解で、核戦争の手前まで行ったというような史実も歴史の事実もありますから、油断はできないというふうに思います。はい、まあ、そして米中の対立どのように深まっていくのかというところで3つ目の疑問がこちら、日本はどうしたらいいのですかというところです。で、あの東アジアの安全保障を考えていく上で、あのお話にも出てきましたが大事な法律が海警法ですね。2月1日に施行される予定です。中国海警局を準軍事組織と位置づけて中国が主張する海域や島での武器の使用も可能になってくるということで、この海警法が適用されうる範囲として先ほども出しましたが第一列島線というものが想定されています。でその中に尖閣諸島ももちろん含まれているわけですよね。あのこれらのことも踏まえて新しいバイデン政権とそして日本との、まあ、電話会談も行われています。こちらです。
まずは岸防衛大臣とオースティン国防長官、そして茂木外務大臣とブリンケン国務長官、さらに菅総理とバイデン大統領というふうに日米閣僚の電話会談を行われました。この中で日米同盟の強化、そして自由で開かれたインド太平洋の推進、さらに尖閣諸島への日米安全保障条約5条の適用の確認もあったというふうに報じられています。これらのことも踏まえて日本は新しいバイデン政権下でどのように対中姿勢含めて振る舞っていくべきとご覧になっていますか。はい、まずなぜ5条適用、安全保障の、尖閣への適用ということをアメリカがここまではっきり言うようになったのかというところにそのヒントが隠されていると思います。はい、もちろん一義的にはアメリカが非常に、中国が尖閣に挑発を強めているので、うん、アメリカをもっと支援しなければ、もっと政治的に中国に圧力をかけようという意図はあると思いますが、それ以上に尖閣諸島は日本が自分で守る気があるんだなということをアメリカが信じたから、信じたからこそ、それでも守りきれなかった時にはアメリカ軍も、ある意味では血を流す危険を冒して戦うよということを安心しているように言えるようになったと。前提として日本が自力で守るということが前提にあるということなんですね。はい、もちろん前提にあると思うんですね。例えば、こういうことですね。日本という、人間がいてですね、でアメリカがその友達 で日本自身、日本がですね、友達、対立している、人間と喧嘩になりそうになっているときに自分で自分の身を守る訓練や、準備もしないでその敵対仲間に、敵対グループに喧嘩を売るかもしれないというような素振りだったら、うん、その私 その日本の友達は、君が喧嘩に巻き込まれたら必ず助けるから大丈夫だと言うかといえば、私だったら言わないですね。もう自分から喧嘩を吹っかけるかもしれない、しかも、自分で自分を守る準備もしていない友達に対してそんな保証は与えたくないと思います。もしも逆にその友達が、自分から挑発はせずに、さらにもう一義的には自分の身は自分で守るという準備や訓練をきちんとしていればですね、それでもその君が危ないという状態であれば親友だから、俺は助けるよというふうに言うかもしれない。でこれが尖閣の安保安全保障5条適用の言明、アメリカが約束をそういうふうに強調できるということだと思いますので、ここから何が言えるかというと、日本に対してアメリカがもっとこうコミットすることを望むのであれば、逆説的なんですが、アメリカなしで日本が日本の領土は守るよということを、さっきの話で言えば気力と体力両方で示すということが、それがアメリカの日本の防衛義務を強めることになるということだと思います。そのバイデン新政権は同盟国との関係を強化して国際協調という姿勢ですけれども、その、逆から考えると同盟国が何ができるのか、どう対応していくのかというところが重要になってくるということですよね。そうですね。そこでその遠回りになりましたが、その問いに対しての答えは2つあると思います。1つはこの尖閣に見られるように、まずは自分のことは自分で守る、当たり前なんですけれども、日米安保条約もそうですし、米オーストラリアもしくは NATO も基本的にアメリカの同盟国がアメリカなしで自分を守る努力をするということが、まず基本になって、それが同盟を強めるということですので、バイデン政権下においては日本の例えば 1% にとどまっている防衛費の GDP 比 1% にとどまっている防衛費をどう考えるか、さらには日本自身がもっと充実したその自衛隊の体制を整えるのをどこまで本気でやるかということが、まず非常にトランプ政権の時よりも重要になってくると。トランプさんは多分日本がやらないんだったら米軍引き上げるから、あとは日本が勝手にすればいいよねっていうふうになるんですが、バイデンさんは同盟は大事だというふうに言う以上は、日本側がそういう努力がすることが第一ですね。第二には、そのバイデンさんは中国に対して、同盟国と一緒に対応していくと言いますから、ハイテクの中国への供与、もしくは産学でやっている研究開発の協力とか、
そういうさまざまな日本が中国と付き合っている問題についても、さらには人権問題も含めてですね、どこまでアメリカと一緒に中国に言うべきことを言って、必要に応じては制裁も一緒にやるかということが問われていくというふうに思います。そういう意味ではトランプ政権よりも非常に厳しい、環境になるのではないかと思います。まあ、でも菅政権ももっかコロナの対応に追われているわけですから、どういうふうに対応していけるかということですね。でもやっぱり、日本自身が問われているということですよね、今のね、秋田さんの話。それをやらないと、一番最初の甘いか厳しいかなんだけど、それは日本自身の姿勢次第でもあるということなのかなという ね、 感じですね。全くその通りだと思います。わかりました。本日秋田さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。さて、日経プラス10サタデーニュースの疑問は BS テレ東で毎週土曜日朝9時30分から放送中です。ぜひご覧ください。ツイッターやフェイスブックで皆さんからの疑問や取り上げてほしい話題なども募集しておりますので、そちらもどうぞよろしくお願いします。ということで、キャスター門谷紀子の角が立つほど伺います。今回はここまでです。ありがとうございました。